はい、皆さんこんにちは、シロメと申します。ギルバットやっていきたいと思います。本日の前ではシルバーバレットさんですよね、バレットですよね英語読めない。はい、やっていきたいと思います。今回ちょっと、お友達の方が2名いらっしゃるのでやっていきたいと思います。まあ緑ですし、まあいいでしょ許してくださいって感じで行きたいと思います。どっちから行きますか。こっちから行きますか。ここをトラクターですねにして、これ上誰から落とすのが正解なんだろう。下が順番に爆破していこうがいいのかな。あのフレンドなんで、フレンドの方なんで、まああの庭見てこいよって言われたらね見れちゃうんですけど、まあ面白くないので見ずにいきますよとりあえずレオのデコイで水像、まあどうなんだろう、回転率で勝つか。セアラ風姫かな。いやいや、エラドにします。エラドにしよう。ちょっとこれでいきます。はい、よろしくお願いいたします。あのなんかあれですね、ツイッターで見てるんですけど入れない方がすごい多いみたいで、うわー先手取れるのか。これ誰から落とすのが正解なんだろう。まあ、取ればは最後なんでこっちかな。あ、間違えた。危ない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 、危なかったー。とりあえずリテッシュじゃねえや、取ればは最後に、落とそうかなと思ってます。そう、入れない、ログインできない方がなんかすごい多いみたいで、あのうわー動くな。自分も私も結構入れなかったんですけど、なんかもうゴリ押しで何回もログインし続けてたらまあ入れたっていう感じですね。これでも早急に対応、1日経っても1日ぐらい経ってるみたいなんですけど、なんかあんまり運営からの対応が来てないっていうのもなかなか珍しいですよね。よし、さあ回復落としたので、まあここからはちょっと、じっくりいこうかな。いや痛いな。まあ今のところ回復力が勝ってるので大丈夫かな。とりあえず速度落として、落ちないか、解除してね。こんだけ通信障害が長いのも初めてじゃないですか。報酬何かな。報酬違う、そのなんだあれですよ、なんだあのお詫び何かなって思いますねすいません、ちょっと風邪をひきまして、がっつりとあの声が低い気がしてるんですけど、そんなことないですかそんなことないですか。うわー、スタンしない。よし、あれいけない、危ない危ない。はい、来ました。うん、剥がしたいな。そっちじゃないんだな、剥がしたいのはそっちじゃないんだな。あと防御バフなくなっちゃうんだけど、いい火力。
挑発入れたいな。うー、よし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 、これはあとはレオのスキル3のこれの火力次第かな。でもまあタルクに行くので大丈夫かな。よし、いけましたね。あのこれ名前出していいのかな、まあ、やめときますか。あのこのアントニオ、アントニオさん、今名前何、アントニオさん、あの結構仲良くさせていただいてるんで、よし勝てました、もう満足です。満足です。はい、ではハンナンジさん行きたいと思います。下は同じ感じでいきます。上なんですけど、上これどうします。上の勝ち方がわからない。これもなんかフランケンな気がするんですよね。どっちもフランケン使いたいみたいな。そうだな、防御リーダー誰がいる、君、いやー君かー、あのトラクターじゃないわ、フランケンを使いたいのと防御バフと回復だからエマですね。いやーこれか、まあでもこれしかないんだよな打つ手が。防御リーダーオリオンはダメでしょう。どうしようかな。いやこれでいくしかないか。まあこれでいきましょう。あ、攻撃中、あれわからない、落ちたのかな。まあ いや行きましょう。さあよろしくお願いします。あ、まあそうなりますよね。まあそうですよね。で、エマに来ますか。エマに来るのは良くないから落とし切りたい。いやー落ちないか、いやー落ちないか、いい体力してますね。ミス、よし。これちょっと水フスタン無理か、ちょっと厳しいな。とりあえずバフ剥がして、こっちからの方がいいのか。と防御バフ貼って回復、いやいいぞ、影がそっちに行っている間に落とし切りたい。いやー待って待って、ダメダメ、いやでもいいぞ、いいデコイだぞ。3取れないか、うわーそれダメ、いやーちょっと待って待って待って、ちょっと待ってよ、いやいやいやまずいかなこれは。落とし切りたい、よしミス、いやー待って、よくないよくない、耐えて、暴走しないで、よしよしよし、まだなんとかなる、ミスつかない、ミス、いやこっちか、スターの星、よし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 、いやー激アツでした個人的に。よし、おーしてきました。あの花津さん今さっき、あのあこれ今アナベル2回倒します。金一とかにいらっしゃった気がするんですけど、花井さん確か金さんぐらいのはずですよ。はずですよ。
そういうあの詐欺は良くないですよ本当に。いやーきついかな、火力高いな。につけたい、スタンさせ続けます。アナベルはもうずっとスタンさせ続けたかったなで反撃ですよね。でも回復がアナベルしかいないんで、あーごっと待って待って、もうひたすらアナベルを、落とし続けます。でアナベルが動きそうになったらその前に、免疫無敵貼って縦割りを防いでいこうかなと思ってますね。いやー熱いな。シルバーバレットさんって結構ランク帯高いギルドですよね。あー落ちなかったな。回復くるかな多分。よし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 、よしよしよし。でさあこの後が問題で、どっちから落とそうかな。こっちかな、やっぱり落としきれないかな。でもそうするとすいません、でも本当にがっつり風邪ひいてて、薬飲んで今声はだいぶまだこれでも、どうだろう、録画聞いてみないと分かんないんですけど、結構地の声だと低くなってて、今喉も結構痛くて、最近ね気温の変化が激しいんで、皆さん本当に気をつけてください、こうならないようにさああとはトレバーだけなんで、しっかりスタンさせながら行きたかったけど、これで落ちるかな。よし行けましたね。はい、ありがとうございました。よし、もう今日のギルバト満足ですさあじゃあ左の方行きましょう。どうしよっかな。何この水イフペルナ多いな、嫌だな。うわイシスがいる。イシス行きますか、イシス行きますか。まだ残ってるよね。まあ皆さん残ってるんで行きましょう。では上これコッパーじゃないのかな、下はこのままかな。どうしようかな。まあ、なんかチャウ倒すんだ、チャウな、オリオン落としてね、チャウかな。まあこれでいきましょう。今回トラクター大活躍の回ですね。いやフランケンは本当に強いと思いますよ。これは剥がす必要はないですよね。このイシス、うちのギルメンが出したんですよ。あ、抵抗された、マジで。ってことはこっちかな。そうだ、出しちゃってイシスを、すごい引きの持ち主。いや僕も光闇の神宮2体いるんで引き強いの部類だと思うんですけど、これでもね強いですよね。さあさあ、まあでもどうだろう、あとは水イフを対応できればいけるかな。まあそこが一番問題なんですけどね。動くなー、ちょっと待ってよー。あー待って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 、うわ、いやー人気外し、人気ちゃうんだ。うわあ、ちょっと待って、落としきれない可能性があるぞ。あ、待って待って、まずい。よしよし、ナイスナイス。いいか、ちょっと待って。いい火力出すなー。よっしゃ、危ない。さあ、
こっから落としきれるのが風姫を。暴走じゃないんで、デルフォは、暴走じゃなくしたんですよ。なんで、こう、足の速いと、結構きついですよね。削りきれない気がする。あ、打っちゃっていいのか。あ、やばい、貫通しないっていうことは、あー、これ、レイド用の、か、しまったなー。これ終わるかな？あの、これどうなるかわからないんで、皆さん、ご覧の方、こう、シューッと、何分先かまで、見ていってください。さっき、回復したんで、もう使えるかな？いや、でも意味ないわな。縦割り、入んないよね。うん、硬いですね。やっぱり防御振りにしてますね。もう一回スタン取れないよね。これうまくスタンが噛み合ったり縦割り入ったりするといけそうな気もしますね。回復して、お、いける。うー、なんというこの絶妙な戦い。凡戦。あ、縦割り入った。お、これは、よしよしよし。あ、先手取れましたね。あとは的確に剥がさないでくれれば。オッケー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 。まあ、これも大丈夫。はい。で、こいつが一番厄介なんで、オリオンからですね。スタン。取れないか。おっと。いい火力。防御爆破ってこれか。きつー。ミスつけよう。オッケー。いや、早い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 。回転率が早いぞ。スタン。よし、オッケー。ミスついてるのに。あー、待て。動かして、お、ナイスナイスナイス、暴走。オリオンを下げて、あ、倒した。ラッキー。あ、回復なかった。リサは最後まで取っておきますね。ナイスナイス、耐久。動かして回復して、おお、いいですね。ヒヤヒヤする、いい試合ですね。楽しいな。よいしょ。まあ、あとオートでいいでしょう。はい、今回ね、知り合いの方と、お友達と、結構強い方と戦えて、結構満足ですね。楽しかったです。はい、まあ、私みたいに風邪をひかないように皆さん、ちょっとぜひお気をつけください。本当にね。はいはい。で、まあ、風に気をつけて、ギルバート楽しんでください。あと、そうですね、ログインできない方が多いと思うんで、ゲストで作ってらっしゃる方、いらっしゃると思うんですけど、あ、大さんありがとうございました。